こんにちは。本日は東京タワーにご来場いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。 MC を務めます越塚まみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずは東京タワーからのお知らせです。今年もゆるーく盛り上がるハロウィン東京タワー2014東京上空なりきりハロウィンが10月2日から10月31日まで開催されます。仮装パーティーに参加するほどではないけれど、なんとなくハロウィンの雰囲気に乗っかりたい、パレードするほど本気ではないけれど、とりあえず仮装だけはやってみたい、そんなあなたにおすすめなのがこの企画です。大展望台1階には廃墟をイメージした特設ハロウィンコーナーが登場します。無料で貸し出しされる衣装でお化けや魔女に仮装して自由になりきり撮影ができるようになっているので、ハロウィン未体験の方もまずは東京タワーで気軽に仮装にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。また隣にあるカフェパフェラプールでも10月1日から10月31日までパンプキンモンブランとお好きなドリンクをセットにしたハロウィンケーキセットが期間限定で販売されます。こちらもぜひお召し上がりいただいてハロウィンを楽しんでみてはいかがでしょうか。東京タワーではその他にも様々なイベントを行っていますので、詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。それではお待たせいたしました。この後はストリングス&ピアノポップスユニットソーシズが登場します。ソーシズは東京タワー TV のレギュラーとして出演されています。それではソーシズの皆さん、よろしくお願いします。はじめましての方も、多いんじゃないかなと。はじめまして、ソーシズと言います。よろしくお願いします。はいはい、そう、最初から聞いていって、いただけそうな方たちが、いて今日は嬉しいなと。リバーリトルというオリジナル曲でちょっとロックンロール調の曲なんですけれども、もしよろしければですね、一緒にあの手拍子などで、ご参加いただければと思います。リバーリトル聴いてください。
して、こんばんは、ソーシーズです。ありがとうございます。ユリバーリトルという曲を聴、いていただきました。これから1時間ぐらいですね、ミニライブを行いたいと思います。次の曲はバイオリニストの博士太郎さんの情熱大陸という曲をですね、ソーシーズバージョンでお届けしたいと思います。もう1曲ほどですね、皆さんもしよろしければ、一緒に手拍子なので楽しんでいただければと思います。もちろん今ねこちら見て、くださっておりますが、素敵な夜景でございます。僕たちの顔を見ずに夜景を見て楽しんでいただく方も全然 OK でございますのでね、目の前で皆さんがそうなっちゃうとちょっと落ち込んでね、途中から音がどんどん抜けていってね、あれいつの間にかいないねっていうことに、ね、なってしまいますからね、もしよろしければ聞いてってください。ハモンドオルガンソロの津久信。さあ皆さん元気にお願いします。ほい、バイオリン日高隼人。
ありがとうございます。情熱大陸ソーシーズバージョン聴いていただきました。続きまして、僕たちのオリジナル曲の、ちょっとロック調の曲ですね、衝動という曲を聴いてください。Thank you.
ございます。衝動という曲でした。メンバー紹介しようかね。いつもねあれだからさ、我先に水飲むけどさ、君たち2人ともさ俺に振らないでみたいなさ。僕も飲みたいからね。ピアノのつ。皆さんこんばんは、ピアノのつです。よろしくお願いします。いや、あの今水を飲んだのはさっきねこの鍵盤ハーモニカを、演奏したんですが、これの後はもうすごい喉乾くんですよ。もう口の中パサパサペロペロなんですよ。だからもう我先に水を飲もうと思って、今飲みました。よろしくお願いします。ペロペロって何？突っ込んでいいのかどうか分かんなかったんだけどさ、同じくバイオリン、同じくじゃねえや、亮太郎とね、同じくバイオリンの隼人です。よろしくお願いします。うん、俺は無駄口は叩かない。同じく亮太郎とねって、僕まだ紹介してないから自分でね、亮太郎です。よろしくお願いします。ねえ、もうそう体育座りしてね、なんかの授業を聞いてるのかみたいにね、聞いてくれてるね。本当にお母さんも一緒になって本当ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ねえ、君は何、ハーフ、何人のハーフ、イギリス、イギリス。僕もハーフが良かったんだよね。なんでこうハーフの子ってイケメンなのかな。本当に。じゃあ今からですね、ちょっと、2曲ほどバラードをちょっとお届けしたいなと、できればね、あの体育座りしているイケメンが見たければ、あの彼を見ながらこの曲を聴いてもらって、そうじゃない方はあの夜景を見てもらいながら、こうちょっと BGM のようにね、カップルの方はこう抱き寄せて。いいムードを作っていただければなと思っておりますけれども、では、瞬き夜空という曲と月の記憶という曲聴いてください。
ありがとうございます。瞬き夜空、月の曲2曲続けて聴いていただきました。今の、2曲目に弾いた曲は僕たち本日持ってきております、ソーシーズというミニアルバムの CD の中に、収録されております。興味ございましたらもしよろしければね、今音楽を聴きながらこう抱き寄せたね彼氏さんはね、もう一回家でもね抱き寄せていけるようにね、今の CD をもう一度聴いてみ、たいなという方はぜひご購入いただければと思います。聞いてください。それではちょっと本日、2曲ほどですね、楽しい、皆さんにちょっと、なんていうんですか、手拍子などでご参加いただきたいなという曲をお届けしたいと思います。僕たちのオリジナル曲で、ハモンドルガンという鍵盤ハーモニカを使った曲、サンセットという曲、そしてバイオリンがですねこう右に左にこう、踊る、サンライズという曲をお届けしたいと思います。聴いてください。
やばい、新たな強敵、めちゃくちゃ可愛い子がいるねえ。リズムすごい合ってたよ、よくやりました、ナイスファイト。あーもう可愛い。皆さんありがとうございます。そして本当皆さん本当にありがとうございます。サンセットサンライズという曲を聴いていただきました。残すところですね、あと2曲と、させていただきますけれども、本当に、最後になりますが、ご用のある中ですね、皆さんでどこかでね、お出かけの、観光に来た方いろいろいらっしゃると思います。本当に、聞いてくださってありがとうございました。ソーシーズでした。では、最後に1曲ですね、あと2曲あるんですが、本日、僕たちのチラシと CD ですね、そちらの方に置かせていただいております。チラシを、もしよろしければ、チラシだけでもお持ち帰りいただければなと、覚えて帰っていただければなと思います。そして、本日 CD も持ってきておりますけれども、もし、ご希望の方がございましたら、ご購入いただいた方に、サインもさせていただきますので、ぜひ、この機会にお土産代わりにですね、持って帰っていただければなと思います。本日持ってきた CD の中から、それでは1曲、ブレイクスルーという曲を聴いてください。
ありがとうね。皆さんありがとうございます。ブレイクスルーという曲聴いていただきました。今の曲は、本日持ってきています CD の中に収録されております。もし興味ございましたら、お手に取って、聴いていただければと思います。最後になりますけれども、本当に、今日は聴いてくださいましてありがとうございました。ソーシーズでした。最後はそうですね、このバイオリンの弓ですね、これ木の棒を弓というんですが、これをですね刀に見立ててこう侍が切り合うという、イメージで、書きました。ちょっと日本っぽい、曲といいますか、なんかこう和と洋のこう融合をイメージして書いた曲なんですけれども、つばぜりという、なんか変なこと言ったかな和と洋との融合をイメージして書いた曲、まあ いやそんな感じでですね、バイオリンがこうこの弓をこう切り合う、こうなんか侍的な感じのものをこうね、感じ取っていただければと思います。聴いてください、つばぜり。
とうございました。ソーシーズでした。ありがとうございました。僕たちの、チラシ CD そちらの方に置かせていただいております。もしよろしければチラシだけでも、取って覚えて帰っていただければとね。僕ちゃんじゃないお嬢ちゃんはお嬢ちゃん覚えて帰ってね。覚えれないかなね。えありがとうね。ご飯2杯ぐらい食える。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ソーシーズさんに改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。大変盛り上がりましたが、今夜のライブいかがでしたか？マイクをすみません、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、楽しかったです。楽しかったですか、はい、ありがとうございます。夜のライブは初めてでしたっけ？ここの東京タワー、はい、夜19時は多分初めて。そうですよね、なかなか夜にはやっていないんですけれども。大人な時間ですね。間違いな感じですね。でもこうバイオリンとピアノの音色がすごく夜にぴったりで、ありがとうございます。私も楽しませていただきました、はい、楽しんでいただければと思います。こうやって弦が切れてしまうことなんてよくあることなんですか？はい、あ、これ弦が切れたではなくて弓の毛が、失礼しました。弦が切れたのもさすがに弾けないので失礼しました。はい、中断してちょっと変えます。失礼しました。弓のこれなんて言うんですか？弓の毛で、これはそのままですけれども、あの馬の尻尾ですね。あ、そうなんですね、はい、それは切れてしまうことはよくある？あ、もう全然あります。もうそうなんですね。いや、もうそれほどね激しく演奏していただいて、はい、見てて大丈夫なのかなってちょっと心配にしながら。全然大丈夫でございます。とっても、ね、素敵な演奏でした。ありがとうございました。はい、今後のライブの予定などがございましたらぜひ教えていただきたいんですが。大丈夫ですか？ライブ、そうですね、11月3日にうちの、 あのもう一人のバイオリンの隼人君がいたんですが、あの、はい、隼人君、バースデーワンマンライブをちょっと、汐留の方でします。おー、バースデーライブ。あとは12月6日にあの渋谷のデュオという場所で近日中に公開されるんですが、はい、12月6日にあの渋谷のデュオという、はい、ちょっと大きなとこなんですが、ワンマンライブがありますので。おー、ワンマンライブ、はい、おめでとうございます。興味ございましたらぜひ遊びに来てください。ぜひ皆さん渋谷ですのでね、はい、近いです、ぜひ遊びに行ってください、もうなんか CD を、ね、買っていただいている方ね、あのいいなと思ってくれてたんだけど、僕の MC は全然聞いてないから、ライブ来てくれるかどうか全然わかんないから、もういいと思うとかもやれないっていうね。まあいいや、でも今後ツイッターとか、はいはい、フェイスブックとか、あ、もうアメブアブログとかいろんなので、はいはい、そちらにも公開していただけるということなので、はい、ぜひチェックしてみてください。ぜひ、はい、でこの後もう皆さんね、あの行ってらっしゃる方も多いですが、皆様の右手側で物販を行ってくださる、はいはい、そうです、ちょっと CD を販売させていただこうかなと、はい、もうなんかうちのスタッフがかけかけかけってずっと。そうですね、じゃあちょっと皆様お待ちのようですので。本当にね、つまんない話を聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということで改めて大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さて、そろそろ東京タワー TV もエンディングです。東京タワー TV は毎週土曜日曜日配信のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストをお迎えしています。次回の東京タワー TV サタデーは10月4日、東京タワー TV サンデーは10月5日です。ぜひここ東京タワー大展望台1階のクラブ333にお越しください。この後も東京タワーからの夜景をお楽しみください。ここまでのお相手は越塚まみでした。ありがとうございました。